まあ、あとやっぱ受け身は取った方がいいですね。やっぱ受け身を取るときにレバーで受け身を取ってる気がする。あ、そうなんだ、ボタンだな。まあでも全然いいと思うけどな。まだ細かいキャラ対策をやっぱ詰めていかなきゃいけないと思うんで。やっぱコーディの強い技をとにかく使ってんのいいと思いますよ。確かにね、コーディはレバー受け身仕方ない気もしますね。はめてるからね。ジャンプをやめた方がいいと思います。対空取られてないけど、被弾が多いってなっちゃってるんで、もうちょっと飛び道具にスウェーを合わせてみるとか、そっちをやった方がいいんじゃないかなって思いましたね。やっぱこれ、やっぱガードされても、このリーチで、まあ、あと置いといても良さそうだし。適当に。今のね、中継かジャンプするかみたいな感じになっちゃってるから。あと自分でもやっぱ飛び道具を打つ。やっぱこれを打ってから近づくとかやっぱ強いんで、もうちょっとなんかゲージ回り。まあやっぱね、これがめちゃめちゃ強いから頼りたくなるところもわかるんですけど、やっぱこれもね、やっぱ大概なんで、一気に近づけると思うんで。この距離でなんと近づけるんです。この遠距離で出して。今近づくまでに困ってるみたいな感じだと思うんですけど、EX の弾で近づくっていうこともできると思うんで。竜巻とともにスタスタと、めちゃめちゃ強いです。はい、皆さん今週も CFN のアドバイス会にご参加いただきありがとうございました。木曜日のね、8時から、最初に関する熊本の定期番組も始まりましたので、まあそちらにね、樋口と一緒に番組をやっていくので、そちらのご視聴もよろしくお願いします。またこの動画のね、チャンネル登録、高評価、そちらもね、忘れずによろしくお願いいたします。ではまた次週お会いしましょう。